北名古屋市は愛知県の北西部に位置する市。西春駅周辺のビル2006年に、四勝町と西春町が合併し誕生した市である。その名の通り、名古屋市の北に隣接し、名鉄犬山線で名鉄名古屋駅まで10分ほどという交通の良さから、合併前の四勝町及び西春町時代から隣接する名古屋市のベッドタウンとして栄えている。 西春駅の存在などにより従来は、西春の方が知名度は高かったが、旧四勝町と旧西春町で合併による新紙の名称を公募し、応募総数3634件、1001種類の応募があった。この中から6種類を最終候補とした上で、2004年11月2日、第7回合併協議会で、国内だけでなく、国外から見ても、愛知の地名よりも、 名古屋の方が知名度が高い。名古屋県の経済的位置づけ、名古屋を関連づけてちづくりを考えていかなければならない。今後はグローバルな世界を目指さなければならない。紳士がどこにあるのかを世界にアピールするにも良いとの。しかし、旧町名の西春、四勝で、それぞれの地域が呼ばれることも多く、西春駅、四勝中学校などの名前はそのまま残っている。 北名古屋市中心部周辺の空中写真。1987年撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。平坦な地形で田畑も多く見られるが、四方を名神高速道路、名古屋第二環状自動車道、名古屋高速道路などで囲まれ、道路状況にも恵まれているため、周辺の国道や県道沿いには工場や 物流施設なども並ぶ。隣の清洲市と同様に海抜が低く、2000年の東海豪雨の際には多数の浸水被害が生じた。河川気候は名古屋市とほぼ同じである。一年を通して風が弱く穏やかであり、夏は蒸し暑く、冬は数年に一度の割合で数センチから十数センチの降雪がある。地域区分市内の地名北名古屋市役所は、 文庁方式をとっており、本庁は存在しない。北名古屋市の類似団体は全国に42団体あり、県内では犬山市、江南市、大府市、千田市、地竜市、豊明市。市内に裁判所は存在しないが、管轄は以下のように、すべて名古屋市中区の本庁管轄になっている。西葛外広域事務組合東消防署北名古屋市。 東図書館北名古屋市西図書館西春郵便局北名古屋市総合体育館西春出張所障害者就労継続支援 B 型事業所 MACB ワークス北名古屋海外2005年に開催された愛知万博で愛知県内の市町村が120の万博公式参加国をそれぞれ一市町村一国フレンドシップ事業としてフレンドシップ相手国として迎え入れた 国内農業工業商業電力ガス、上下水道電信名古屋、芸術大学東キャンパス幼稚園保育所児童館、西春駅東口北バス、名草線市内を名古屋市 A バスは通っていないが、市境となる新川にかかる。また、上、小田駅からも名古屋市 A バスを利用可能である。名神高速道路と名古屋第二環状自動車道は、 地域を通過しないがそれぞれ市宮インターチェンジと清瀬東インターチェンジが広域アクセスに利用される。高速道路名古屋高速16号、市宮仙国道県道小牧、自動車検査登録事務所の管轄区域であるため、名古屋ナンバーではなく終わり小牧ナンバーとなっている。九の坪城市沖村城高田寺岩倉街道上閣、屋敷寺院、神社街道、浅野長政。 ありがとうございます。